とことんやりこむ、どうも、なおしんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりに古代狩り、周回やっていきたいと思います。黄金が、残り4547個。まあ、若干少ないかな。うん、まあ、黄金も集めつつ、装備も集めていきたいと思います。今日集める装備ですけども、これを集めようと思います。ミステリーアーマーですね。ミステリーアーマーの、装備スキル、そして黄金炎茶のいいやつを探してみましょう。はい、それでは戻ってきました。2時間ちょっとやりましたね。2時間ちょっとで黄金が、11,131ですね。1万超えたのでやめました。では、見ていきましょう。まあ、ミステリーだけだったらちょっと少なかったのよ。なので、勇者英雄も入れてます。はい。あ、ちなみにレイスの古代人が出しますね。まず最初は、回避テレポートの遠距離ダメージ。まあ、いらない。アクロバットだしね。で、英雄。これもいります。あ、ちょっと待って。ミステリーは最後に見よう。うん。ミステリー最後に見た方がいいわ。ということで、勇者英雄から見ていきましょう。これもいらない。あ、タンブルビー。使えるね。一応使えそうなやつは残しとこう。うん。勇者のタンブルビーはあり。あ、雪玉。あ、これもいいね。おうおうおう、勇者二ついいのがあるある。これも残しておきます。で、影の爆発か。は、勇者には合わないでしょう。これはいりません。で、英雄の防護。まあ、普通だね。いりません。で、こっちは、最後の叫び。いらない。で、英雄、瞬速。2ならいらんが、3だったらね、取っててもいいかなと思うんだけども。お、まだあるよ、まだある。リサイクルいらん。最後の叫びいらない。あ、ちょっと待って、タンブルビー。勇者で、タンブル、なら英雄の方がいいもんね。だこっちは捨てて、こっちだけにしよう。で、まだ、ああ、もうちょっとやね。あ、雪玉。え、さっきあったよな。うん、あ、同じだ。雪玉。まあ、一個あれば十分なので、売ります。霊気さん。ありではあるけどね。まあ、取っとこうか。おお、来た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 。クールダウン、クールダウン。クールダウン3の勇者アーマー来ましたね。あ、なら、勇者の、クールダウン3のポーションバリアを作ることができるね。うん。まあ、持ってた気もするけどな、それは。まあ、持っときましょう。で、この英雄は、大連にいりません。あ、雪玉。おー、こっちと一緒？なんかさっき雪玉あったね。雪玉三つ目。これもいりません。あ、ここまでだね。はい。では、次は、ミステリーを見ていきましょう。2、4、6、8、9個だ。9個。ミステリーは、9個出てます。多分。見ていきましょう。これはいらなかったね。いや、違う。さっきのと違うぞ。まあ、アクロバットはいらない。またアクロバット？多分、同じ周回の時に出たやつだな。うん。なんか、同じやつってつきやすいんだよね。いりません。ドッグフォーカスはいらないな。トゲ、あ、うん、トゲはね、使い道があるっていうのが分かったんで、ちょっと、うん、残しててもいいと思うんだけども、もともとのスキルが良くない。あ、6% 吸収はいい。けども、うん、これはいらない。あ、ポーションバリア。あー、エメラルドバリアがついてるね。エメラルドバリアの 35% 軽減は、いやー、なんか、面白そうではあるけどな。いらないかな。一応、取っとくか。
あ、いやいや、よくないけど。はい、次。これはいらないね。で、こっち。あー、武器ダメ、遠距離ダメ。なので、遠距離ダメージが 50% 上がる。1.5 倍。まあ、いいけども、よろしくないね。うん、いいセットではあったかも。では、最後か。あー、なるほど。幸運の海が黄金についてると、ちょっと嬉しいんだよな。でも、よろしくないです。いやー、やっぱミステリーはね、難しいね。うん、これとかすごいんだけどね、結構。クールダウンと一瞬無敵で、黄金クールダウン。これやばいでしょ。本当に。そういうやつが欲しかった。で、結局、残したのがこの5個ですね。勇者の雪玉さん。で、英雄のタンブルビーさん。で、勇者アーマーのクールダウンさんに、霊気さんですね。まあ、このミステリーアーマー微妙かもしんないけども、まあ、一応取っときましょう。まあ、売るかもしれない。はい。ということで今日は古代狩り、やってみましたけども、ミステリーは難しいね。厳選が難しい。まあ、勇者はそれなりのやつが出たけども、できれば263を使いたいところです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。